どうもちょ、これまずちょっとびっくりしたのが猿、これ札幌黒ラベルさんですね。これびっくりしたんですけど、これちょっと猿年ハッピーニューイヤーですね。いただきます。すごい、これもう速攻、もう見つけるやいなや即買いですね。即買いのジャケ買いでしたね。これも即買いのジャケ買いでした。びっくりしました。これちょっと、じゃあもう乾杯。乾杯です。お疲れ様です。うん、美味しいです。ああ、札幌黒ラベル、札幌線やりましたね、これ。ちょっとやっちゃいましたねっていう感じなんですけど。すごいですね、これ。もう猿。すいません、しつこくて。ちょっとこれはもう、すごかった。インパクトがちょっと、ビビッときて、すごかったの。素晴らしいラベルですね、これ。いやー、明けおめこって夜ですね。やってくれますね。これはすごい。めでたいです。今日明太ご飯と、これちょっとご飯に明太、からし明太子を乗せたんですけど、あとカップラーメン、これまだ時間があれだと思うんで、先にこちらからちょっといただきます。いただきます。からし明太子ですね、これ。うん、うん、美味しいです。うん、うん、久しぶりに食べました。美味しい。うん、うん、ちょっと海苔弁意識して、ちょっと海苔をちょっと敷いてみたんですけど、ちょっとでもちょっと海苔弁気分を、ちょっと私海苔弁当大好きなんで、うん、気分だけども、ちょっと待って、ちょっと海苔をちょっと敷いてみたんですけど、うん、この明太子自体はすごい安い、激安の、これ2本で200円しないぐらいでしたね。激安からし明太子です。スーパーの日本で200円、ロシア産って書いてましたね、うん、ロシアの明太子は安いんですかね。ちょっとそろそろ時間が来たみたいとか感覚なんですけど、こうなんか後入れ、直前に袋も2つも入ってたんですよね。直前に入れてくださいっていう、結構なんかうまさの秘訣なんですかね。直前に入れることによってなんかうまみが増したりするんですかね。こういう感じで、マルちゃん製麺、うま辛担々麺、合ってますかね。枕簡単、ちょっとゴールドのなんか良さげなあれですね、良さげな蓋、直前にの袋が2つも入ってるっていうのはちょっとなかなかないです。これスーパーに残り2つしかなかったですね。残り他のなんか塩味とか普通のあの醤油味とかなんかいっぱいあったんですけど、この担々麺はもうラス2でしたね。ラス1だったらさすがに私もあのいつもの感じでちょっと買ってこらなかったんですけど、ラスト2つだったんでちょっと買ってきちゃいました。前からこれ気になってたんですけど、なかなかこう機会がなくて、食べたくても食べれなかったんですけど、ちょっとやっとでありつけますね。ちょっと嬉しいです。おー、あ、いい感じですね。ちょっとオレンジっぽいですね。そこまで赤くはないです。オレンジっぽい感じです。いただきます。おお。うん、おいしい。麺がうまっ、麺うまって感じですね、これ。やっぱ正しい麺、ただ製麺だけってやっぱ正しい麺なんです。適当な感じですいませんなんです。
うん、おいしい。私結構混ぜる癖がある、混ぜちゃう。うん、おースープも美味しいです。うん、うまっ。この辛さいいですね、いい感じ。ネギとかごまも入ってますね。ごまとネギとひき肉とっていう感じで、至って普通の感じですね。麺がですね、やっぱり美味しいですね。マイ麺です。うん、やっぱただの担々麺とかじゃなくて、やっぱ馬がついてるだけありますね。ほんとうまいです。うまから、うわー、うん、うわ、でも汁がちょっと飛んじゃったかもしれない。うん、私お昼ご飯食べてなかったので、ちょっといつも以上に食べるペースがちょっともう早いです。腹ペコなんでした。うん、腹ペコリーナですね、かなり。うん、こんな感じで、うん、うん、からし明太子美味しい。わんぱく少年みたいな食べ方になってしまう。勢いがちょっと、ペコさん、わんぱく少年になってしまう。染み渡りますね。うん、今日あと飲みたくて飲みたくて辛くてこれも買ってきました。これも札幌産ですね。日本ピルズって言うんですかね、これ。日本ピルズ、読み方違ってたんです。これなんかラスト1本でしたね。なんか値段も何もついてなかったんですけど、ラベルが大丈夫かなと思いつつ、うん、最後のラスト1本で、これ多分で限定醸造って書いてるんで、多分もう製造してないんですかね。ラス1でしたね。ちょっと国産原料 100% です。これもいただきたいと思う。うん、ちょっとジョッキさんが、よいしょ、こちら、これ確か去年の冬頃からあった気がする。結構飲んでたんですけど、去年の冬頃にあった気がします。バーイということで。あ、ちょっと泡少なかったですね今回。
うん、ビバ札幌さんって感じですね。うん、いい味出しますねっていう感じで、親父になっちゃいますけど、いい味出してますね。うん、ああ良いっすね。なんか香りが香り高い感じですね。なんかおしゃれな、やっぱりちょっと普通のやつと飲み比べるとちょっとエレガンスな香りがしてますね。うん、風味高いってやつですか。うん、カロリーラーメン、私の悩みはいつもカップラーメンがこう辛い系になっちゃうっていうのがちょっと本当深刻な悩みですね。スーパーとか行ったりしてもやっぱ辛なんとかとか辛いカップラ、焼きそばとかもそうですけど辛いもの多いですもんね。なんか私好きだから全部やっぱり偏っちゃって、他のなんか美味しそうなカップラーメンとかもいっぱいあるんですけど手出したくても出せない感じなんです。辛いのがもう優先しちゃって、あれもう気がつくとなんかいつも辛いのこう買っちゃってますね。全部食べ尽くせば次のステージに登れるステージとかってあれですけど、うん、全部もう辛いシリーズとか売ってなくて、辛いのが全部なかった時は多分違うのに手出せると思うんですけど、これも結構買う時に迷いましたね。いろいろなんかやっぱ辛いのもいっぱい言って、いやどれにしようどれにしようってやっぱり、あーなんかワンパターンにちょっとなっちゃいますね。ちょっと、辛いの好きすぎるんですよ多分私。もう欲張りせ、一気に口に入れすぎるから飲み込むまでにすごい時間がかかりますね、これ噛むのに、うん、大量に入れるとちょっと時間がかかります。ちょっとわんぱく少年な感じでまあ完食したいと思います。